皆さんこんにちは、さやです。今日はセリアさんでお買い物をしてきたので紹介していきたいと思います。で、今回はですね、クリスマス商品がいっぱい出ていたので、クリスマス商品をね中心に紹介していこうかなと思います。で、ですね、4日5日ぶりくらいにセリアさんに行ったら新作の方もね出てました。なのでそちらもまとめてご紹介していきたいと思うので、今回ちょっとね量が多いのでパパパッと行きます。まずね、大きいものから行きたいと思います。はい、こちらのハンドルバッグですね。ハンドルバッグ L 横型ファンシークリスマスという商品ですね。で、これね、すんごい淡い色で可愛いなと思ったので買ってきてみました。このね、クッキー、クマちゃんがいるのが分かりますか？可愛いですよね、ツリーのど真ん中に。で、これと同じ模様のこちらのラッピングバッグですね。ダブルバッグって書いてあるんですけど、こういう形になります。ダブルバッグファンシークリスマスリボン柄で、これは1枚なんですね。中に入っているのがちょっと大きいのでね、1枚になるのかなと思います。でもね、こっちの紙袋と同じでね、ユニコーンさんとか、このねピンクのクマさん、あとはクッキーとかがいるので、すごく可愛いです。で、次がですね、こちらのペーパーバッグになります。ペーパーバッグじゃなくて、ペーパーナプキンですね。で、これは10枚入りですね。はい、クリスマスペーパーナプキン。で、10枚入りなんですけども、一つね、開けてみました。はい。開けてみたのがこんな感じですね。で、これは、このね、青っていうか、これ、こういう柄と、こっちのね、私が買ってきた柄と、2つ柄があります。で、別々に売ってるのでね、好きな方を選んでもらえたらなと思います。で、私はね、こっちのちょっとクリスマスチックじゃないですか。なんかこの赤、深い赤と深い緑。深いですよね。で、この間にね、こういう鈴があったりとか、ベルか、あったりとかしてね、可愛いなと思ったので、これはね一つ購入してきてます。で、続いてですね、ペーパーナプキンつながりでこちらですね、はい、クリスマスペーパーナプキン、これは7枚入りになります。ミッキーちゃんのね、ディズニーの柄ですね。ジャンコードがこちらになります。で、これもですね、もう一種類ぐらいあったかなと思うんだけど、ちょっとね、あんまり詳しく見てこなかったのでごめんなさい。で、続いてはこちらになります。はい。これはですね、ペーパーボール、アグリーセーターアニマルというものですね。5枚入ってます。はい。で、最近ね、リンゴを食べるので、リンゴをね、お風呂上がりに食べてるので、リンゴをね、入れるのに買ってきてました。はい、こちらですね。で、続いて、皆さんもね、ご紹介されてます、こちらのペーパーコースター。これ、可愛いですよね。やっぱりこのピンクのクマちゃんって可愛いんですね。これがね、8枚入りになりますね。はい。ファンシークリスマス。8枚入りになります。これね、立てると後ろにもクマちゃんがいるのでね、立ってくれるやつですね。で、続いてこちらもですね、ペーパーコースターになります。メリークリスマスタイプ、ここね、名前書いてもいいのかなと思います。これも8枚入りになってます。はい、これはですね、ペーパーコースターフォレストアニマルという商品みたいですね。可愛いですよね。はい、で、続いてですね、じゃんじゃんいきますよ。はい、ちょっとちっちゃいサイズになります。これはメロディーカードですね。押すとここで強くこうプッシュしてくださいってあるんですけどね、はい、ミニメロディーカードクリスマス
で、プッシュボタンを押すと曲が流れますっていうことで、ここね、今押さないですけど、これ可愛いですよね。で、封筒もちゃんとね、ついてます。で、続いてがこちらのクリスマスフレークシールですね。40枚入りになってます。はい、やっぱすごいでね、この前まで撮ってた iPhone とちょっとね、今回今撮ってるのが iPhone 11。で、全然この鮮明に映る感じ、すごいですよね。各、17が各4枚ずつ入ってますね。かわいい。はい。で、続いてがじゃんじゃん。PVC ガーランドという商品ですね。全長が約100センチ。で、これは、うさぎさんなんですよ。ガーランド、ドリーミーノエル。ね。この、こういう感じで柄があるみたいですね。うさぎちゃんとハムスターとクマかな、キツネとかもいるのかな。ね、ちょっとリアル。うちのうさぎさんとはちょっと違うタイプのうさぎさんですね。うちのうさぎ雑種なんでね。こんな可愛いようなあれではないですけど。で、続いてがこちらの、これ可愛かったんですよね。プチペーパーバッグ縦型3枚クリスマスという商品ですね。で、約 100×75mm、 マチが 35mm ですね。これ可愛くないですか、この紙袋、淡い色の。何に使おうかなっていうのはまだね、ちょっと考えないで買ってきちゃいました。で、続いてがですね、こちらのジップバッグの L サイズになります。メリークリスマス。このね、クマちゃん柄の新商品がね、いっぱい出てました。これね、いつも買ってくるジッパーバッグより大きいんですよ。で、3枚入りになってますね。はい。で、ファンシージップバッグ L、 3枚入りのファンシークリスマスですね。で、これ大きさ見てもらうと分かるんですけど、248×180mm で、いつも買ってくるのよりほら、手2個分ぐらいあるので全然大きいね。これね、何入れようかなって考える暇なく、ついついカゴに入れちゃいました、かわいくて。はい。で、続いてはこちらですね、ダイカットジップバッグ、初めて見ました。キャットですね。4枚入ってますね。ジャンコードはこちらになってますね。で、これもファンシークリスマスっていうシリーズみたいですね。これと、あとこのね、クマちゃんがいます。はい。クマちゃんのジャンコードはこちらですね。はい、これ可愛いですよね。これはね、何かと使えるかなと思って買ってきてみました。で、続いてがですね、こちらですね。ペーパーフラッグモビルですね。ジャンコードがこちらですね。アリスデザインです、はい、こういうね、アリスのこっちのね、下のデザインもあったんですけど、私はこっちのフラッグタイプのね、デザインを一つ買ってきてみました。可愛いですよね、この猫ちゃんとかいるのが。はい。で、続いてはですね、よいしょ、はい。こちらのソフトハンディバッグの L サイズになります。はい、こんな感じですね、大きさ。で、これはね、3枚入りになってますね。で、ジャンコードがこちらになります。で、ソフトハンディバッグ L、 3枚入りのファンシークリスマスシール付きです。はい。ちゃんとね、シールが。これね、真ん中で折れるようにクマさんが、わかりますか？これこう、ここを止めるのにね、真ん中から折れるようになってます、ちゃんと。スノードームっぽくなってて、可愛いですよね、これ。スノードームなんですかね。よいしょ。はい。じゃあ続いてがこちらですね。
はい。これも可愛くないですか？クリスマスだからやっぱり赤なんですよね。はい。ダブル巾着バッグの M サイズですね。ジャンコードがこちらになります。これはね、底持ちがしっかりついているものになります。で、レトロサンタちゃんだそうです。レトロアニマルシリーズなのかな？レトロサンタちゃん。可愛くてね、買っちゃいました。これもう一つぐらいね、種類、色あったんですけど、私はね、赤がやっぱりクリスマスっぽいので赤を買ってきてます。で、続いてが、こちらになりますね。はい。こちらのソフトハンディバッグの S サイズになります。ちょっとね、このケーキっぽいデザインになっていて、サンタさんがいっぱいいるデザインですね。ジャンコードがこちらになります。ソフトハンディバッグ S8 枚入りのデコレーションケーキです。ね、かわいい。かわいいですね。で、続いてが、はい、こちらですね。これもアニマルシリーズかな。ビニールバッグ12枚入りですね。150×100mm。ね、かわいいですよね。はい。食品も OK です。レトロクリスマス。これもですね。レトロクリスマスっていう商品ですね。もかわいいですよね。はい。で、続いてがこちらです。これもクリスマスっぽいですよね。8枚入り。クリアバッグ M のウィンターフォレスト 190×120mm。で、これはね、ちゃんとタイがついててくれてます。はい。ジャンコードがこちらです。クリアバッグ M8 枚入りのウィンターフォレストです。はい。これはね、表に柄が入ってるタイプなのかな。裏が透明なのでね。ちょっとね、気になるので開けてみました。はい、こんな感じになってますね。はい、手入れてみるとこんな感じですね。色がね、後ろに色がついてて、表はクリアのタイプですね。で、模様が表側に入ってる感じです。で、物を入れるとこんな感じになるみたいですね。これも可愛いですね。はい。袋いっぱいですね。で、続いてこちらのポリ袋になります。クリスマス。で、これは、縦が20の横が20センチの30枚入りですね。はい。ジャンコードがこちらになります。で、これはね、ちょっと厚手かなと思ったら、そうではなかったので、開けてみました。はい、こんな感じですね。裏はね、模様がない感じ。で、表側に模様がね、入ってる感じになってます。こういう感じですね。で、これがこのポリ袋ですね。はい。で、続いてがですね、こちらのフリーザーバッグメリークリスマス柄ですね。これは M サイズの8枚入りになります。で、縦が 180×、横が 220mm の商品ですね。はい。こういう柄になってますね。はい。ジャンコードがこちらになります。で、今ちょっとね、一つ開けてみました。はい。こんな感じの柄ですね。かわいいですね。M サイズなので、使いやすいサイズじゃないかなと思います。でね、季節物なので、8枚入りとかで十分かなって私は思いますね。変にね、いっぱい入ったりすると、クリスマスまでに使い終わらなかったりとか、まあ、こんなにね、クリスマス商品買ってもね、クリスマスまでに使い終わらないんですけどね。続いてはですね、クリスマス商品はこちらでね、以上になります。で、次はですね、普通に出てた新商品かなって思うものをまとめて購入してきてるので、そちらを紹介しようかなと思います。
はい、じゃあまずはですね、こちらの猫ちゃんのメモパッドになります。はい、ジャンコードがこちらですね。 A4 のメモとです、60枚、デザートタイムという商品ですね。で、これのね、可愛いところがね、この柄が可愛いんですよ。まずこれが一柄で、これが2柄目、カップケーキですね。で、これが3柄目というか一番上、猫ちゃん。可愛くないですか？このストライプとか、猫ちゃんのタッチとか。可愛いですよね。これを一つ購入してきてました。で、続いてですね、じゃーん。ブロックメモです。久しぶりに新商品出てましたね、ブロックメモ。80枚入りのキュートモチーフ。これね、2つ柄が入ってますね。40枚入りになります。はい、40枚入りでこういう柄と、あとこういうね、柄が入ってますね。まずこれが一つで、続いてこちらです。はい、キュートモチーフ、これもね、80枚入りのブロックメモですね。はい、で中もね、ちゃんと濃い印刷になってます。はい、こういう感じですね。可愛くないですか？このスマイルちゃんとか地味にいたりとかして、可愛いですね。これジュース柄です。ジュース柄、ドリンク。で、続いてがこちらです。ユニコーンですね、キュートモチーフで、これはね、全部40枚かける2柄入ってるので、全部80枚入りですね。はい、こういう感じですね。ユニコーンがいて、真ん中にメモが取れて、で、はい、これはね、猫ちゃんとマカロンですね。マカロンが可愛い、猫ちゃんも可愛いですね。はい、で、これを一つと、はい、で、あとはこちらですね。これ間違いなく新商品ですね。このレトロウサギちゃん、ブロックメモ80枚の40枚が2柄入ってますね。はい、開けるとこんな感じ。あ、かわいい、大きいウサギちゃんがドーンといて、で、次はこういう感じですね。本当にレトロ調ですよね。かわいいですね。で、続いてがこちらです。でもレトロウサギちゃんですね。じゃあこういうね、最初に鹿がちゃんがいて、で、次にウサギちゃん、これはね、罫線がちょっと入ってるものになります。で、紙的にはね、全部同じ紙質で、結構ね、どうなんだろう、ちょっと薄めかな、薄めのブロックメモですかね。でもね、十分可愛いので使えると思います。はい、続いてはこちらですね。レトロウサギちゃんですね。これも可愛かったなと思います。はい、こんな感じ。可愛くないですか？本当にレトロ超、レトロ超とかね。はい、こんな感じですね。可愛い鳥さんとかネズミさんとかいて、で、続いてがこちらですね。これも可愛いんですよね、レトロウサギちゃん。開けるとこんな感じですね。最初に紹介したね、ウサギちゃんと同じような感じ、大きい感じでね、ドンと来てる。可愛いですよね。で、こんなにね、いっぱいブロックメモ、私まだまだブロックメモとかも使い切れないで家にあるので、これね、新作ってすごい可愛いレトロウサギちゃんなので、うちのね、いとこの娘に
ちょっとねプレゼントしようかなってちょっと開けてみちゃったんですけどね。なので他の人にはあげれないので、親戚のね子供っていうかちっちゃい女の子にこれはねプレゼントしたいと思います。で続いてがですね、メモ帳となんか新作はこんな感じかな。でやっとねうちの近くにも入りました、こちらですね。これはねメモ帳と同じ柄かな。あ、ごめんなさい、はい、ジャンコードがこちらですね。でこれもレトロポップって書いてあるんですけど、このレトロシリーズと同じような感じかな。はい、でこれもね可愛いなと思って買ってきてみました。でこれね、あの間違いなくって何入れようかなって考えたから買ってきたんですけど、こうね思わず2つ買っちゃいました。やっと見つけたなと思ったので思わずね買ってしまった商品です。レトロポップPVC ポーチのレトロポップっていう商品ですね。これねリアル他の方もね紹介されてたんですけど、リアルですよねすごくなのでねちょっと可愛いなと思ったので買ってきちゃった。これもねシールとか入れでもな、シール入れはここにあるから何かね紙物を入れるのに収納しようかなと思います。で続いてがこちらですね、ガマ口の金具です、はい、でこれはちっちゃいやつですね、 CTA の118ミニマル型シルバーという商品です。これねあの小銭入れとか作るのにちょうどいい大きさなのでね購入してきてます、はい、続いてはですねこちらですね、これもねこれは新商品じゃないですね。ペーパーボールのネイチャーロゴ柄というもので6枚入りです。これもね、お風呂上がりにリンゴとかこう果物食べるときにね、そのままポイッとできるので、これをね、使おうと思って買ってきてみました。で続いてがこちらのフレークシールになります。これね、あ、前からあったのかな?この柄。すんごい可愛いなと思って。これ可愛くないですか、パンピザとかこうグラタンとかラザニアかな、ここのねパスタとかね、これも可愛いなと思って買ってきちゃったんですね。40ピース入ってるものですね、はい、10デザインの4枚の40ピースですね。これも可愛いなと思ったので買ってきてます。で続いてのこちらのミッキーちゃんのミッキーミニーのデザインペーパーコミックという商品ですね。クラフト紙を使ってるで24枚入りで、他のデザインペーパーより枚数は少ないんですけど、ちょっとね買ってきてみました。可愛いですよね、箸入れとか。でもね私これいっぱい今ねデザインペーパーも溜まってるので、ちょっとねあのお裾分けファイル、蛇腹ファイルとかお裾分けファイルとかっていうのをあの作ってみようかなと思ってました。なのでちょっとねこうデザインペーパーとかも集めてたんですけど、何せちょっと私あの下手なのでね人にお見せできるものはないのかなとは思うんですけど、ちょっとねやってみたいなと思ったので買ってきてます。で次がこちらですね、コンパクト型ケース入りのメモ帳です。はい、可愛いですよね、うん、50枚入りだそうです。はい、開けるとこんな感じになってました。あ、ここから取れるんだね、こういう感じ、罫線が入ってますね。ちょっと見えにくいですけど、ここにね罫線が入っているメモ帳ですね。はい、カチッと閉まります。ちょっとねこのコンパクトって可愛いなと思って。で続いてこちらですね、ペーパータグカラーダイカット
10枚入ってますね。5枚5枚ですね。2種類あったのか。全然気づかないで、もうピンクグリーンの方を買ってきてしまった。2種類あったの。これも可愛いですよね。ペーパータグ。で、続いてがこちらになります。これ可愛くないですか。このちゃんとねタイも入ってるビニールバッグなんですけど、10枚入ってますね。で、そんなに大きさは大きくはないんですけど、手のひらサイズぐらいの大きさになります。で、これはね 150×100mm で、ジャンコードがこちらです。このね、カラフルフルーツ、もう本当にカラフルなんですよ。で、すごい可愛いなと思ったので買ってきちゃいました。一つ、これクリスマス関係なくね、いつでも使えそうだなと思ったので買ってきてみました。で、続いてがこちらですね。ミニカードの20枚入りフラワー&アニマルで20枚。可愛いですよね、うさぎちゃん。これから冬に入るのにね、桜物買ってきてどうすんのって感じですけど、ちょっと可愛かったのでね、買っちゃいました。で、これはね、ほんと自分用に、ノートとかね、に使おうかなと思います。で、ちょっとテンションが上がる、こういうね、淡いものっていうの、私、テンション上がるので、シンデレラノートとか、あとは手帳のね、余白のところとかに貼って使おうかなと思います。で、続いてがこちらですね。これわかりますか、皆さん。これね、広げて使うやつ、ツートンハニカムボールっていうものだそうです。15センチの商品ですね。ちょっとね、一つ吊るしてみたいなと思ってとりあえずうちにね、一つ吊るしてみたいなと思って一つだけ買ってきてました。吊るしてよかったらね、もう少し枚数増やそうかなと思います。で、続いてがこちらですね。ベンチシート用の小物ポケット。私今タントに乗ってるんですけど、車のね、でも携帯を機種変したので、前のね、携帯をこう立てるやつに今のこの11がなんと入んないんですよ。ので置く場所もなくってどうしようかなと思って、このねベンチシートの間に携帯入ったらいいなと思って買ってきてみたんですけど、使ってる方いらっしゃいますか。これ実際ね、今からハサミに行ってみようと思うんですけど、挟まるのか挟まんないのかちょっと怖いなって思う。まあ軽自動車コンパクトカーなどにって書いてはあるんですけどね、ちょっとね今からやってきてようかなと思います。うまくセットアップできたらな、いいなーなんて思います。はい、で、続いてはこちらのカットクロスですね。ビスケット50cm×50cm、 これはね、モノトーンなんですけど、この間ね、アップしたばっかりのミシンあったじゃないですか。あれを試し縫いをしようと思って買ってきたんですけど、なんとそのミシンが、初期不良っていうんですか、交換対象になってしまって、ちょっとね問い合わせしたら交換しますよっていうことだったので、今ねまた元の箱に戻されている状態です。チーンですよねせっかく買ったのにと思って。でもね、ショップの人がね、次送ってくるやつは一回開けて動作確認をしたのを送りますよっていう風に言っていただいたみたいなので、逆にねそっちの方が安心して使えるかなと思うので、逆に良かったかなとは思います。なのでこの布はねしばらくしまっておこうかなと思います。使い道がねなくなってしまったので。で、次もねこちらのカットクロスなんですけど、この星柄のさんのねカットクロス、グリッター星 35cm×30cm、 可愛いんですよね。可愛いんですけど、これはねちょっとしまっておこうかなと思います。で、続いてがこちらなんですけど、スティックのりですね。これね、ファイル作るのに接着力2倍
で、これの海苔をね、使ってる方がいらっしゃったので、これをね、一つ買ってきてみました。これね、ちょっとファイル作るのも初めてなので、動画の中でね、こう作り方を出されてる方がいるので、そのね、型の作り方を真似っこしながらね、作ってみようかなと思います。はい。で、今回購入してきたものは以上になります。どうですか皆さん、何か参考になるものはあったでしょうか。あってくれたらありがたいですね。なるべく最速でアップしようと思ったので、このメモ帳とかね、多分最速に近いかなとは思うんですけど、次からね、また新作もね、どんどんと探して買っていきたいと思います。はい。で、何かね、一つでもね、参考になるものがあったよとか、楽しかったよっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。